俺の語るホカゲが俺の答えを示す。皆に認められたものではなく、全ての憎しみを引き受けていくものこそそんなにふさわしい。もう全ての憎しみを一人だけで背負うことができる。そして俺自身が全てを処理する。俺の言うホカゲとは、誤差と全ての闇を己の炎を一つで焼き尽くし、その灰を喰らって生き続けるものだ。それが美獣たちを、先代五掛けを切ることだってのか。そうだ、俺は過去を切り捨てる。お前はサスケを兄弟だと言った。だからこそサスケを止められるのはナルト、お前だけだと思った。サスケはお前に任せる。そしてそれを亡き兄へと注ぎ、弔う最後の地としよう。お前たちはどうするか、どうなるかはお前たち次第だ。俺とサスケは本当の兄弟じゃねえけど、仲直りはできると思うんだ。エントン、炎イカズチ。左目の。俺の何が分かるってんだ。つながりがあるからこそ苦しいんだ。それを失うことがどんなもんか、お前なんかに分かってたまるか。どうした、受け身なだけか。後手に回れば死ぬぞ。お前が今までのことを全部切って、新しく始めた世界がまた同じようにならねえとも限らねえだろう。俺は今この世で最も強い。そして今ここで影に足を踏み入れる第一歩としよう。こりゃやべえな。分散してあったチャクラを一つに融合してやる。それもこれ以上なくうまくな。気抜くな、ナルト。ちょっと試すぎたかもな。地上ありったけの分だ。やっと俺をやる気になったか。俺ら今はいろいろ背負っちまってる。やるぞ。俺は今ここでのお前との勝負が最後なのさ、インドラの矢。今の俺が放てる最強の術だ。
アマジャン。これでやっと俺は一人になれる。何度も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 ！いい加減、おとなしく切られやがれ！わしらにとっても唯一だった。だからサスケだってよ。ナルト、今度こそ消え去れ。俺とのつながりとともに。へん！やんのか、落ちこぼれが。死んだ。この感覚ってば、そういうことなんだろうな。多分。お前は俺を兄弟と呼んだが、そういう意味じゃ確かにそうかもな。全然ちげえよ。とんねえ、分かってねえんだな。絶対死なねえって約束してたのに、おかげになるまで。ナルト、許せ、サスケ。兄さん、もうすぐ。なぜ俺の邪魔をしたがる。俺は闇に入り、全てを切るための力を得た。友達だ。てめえは一体何がしてんだよ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。なぜそこまでして俺に関わろうとする。それを説明しろって言われても、正直俺もよくわからねえよ。俺だっていつもお前が一人だの知ってた。すぐにでも話しかけたかった。なんか嬉しくってよ。サスケはお前に任せる。鼻からそのつもりだ。やはりお前に託して正解だった。これはナルトの記憶。おかげは俺の夢だから。俺は木陰になるまで絶対死なねえからよ。